まあ、町田も粘っています。7回の裏、4対1と追いかける展開のホークス。打った、大きく上がった、レフトスタンド、伸びて入った、ホームラン。ようやくホークスにもホームラン、松田が打ちました。2点目が入りました。4対2、まあ、完璧でしたね。まあ、シュルトが根負けしたのか、はい、松田のね、まあ、根気よく打てたという、かなり上に上がっていきました。まあ、でもその簡単なボールじゃないですけどね、インコースの球ね、うまく手が、まあ、畳めて打ってますから、やっぱ今年は30本いくでしょうね、この感じであればね。はい、松田はこれで8本目ですね。はい、はい、8号ソロホームランが出まして、4対2とホークス2点差に変わりました。まあ、昨シーズンも19本ということで自身では最多だったんですけれども、はい、その記録は上回りそうな、いや、いけるでしょうね。はい、本当に毎回毎回、ね、松田は失礼なんですけど、怪我さえなければね、この2年間ちょっと手の骨折でね、はい、やっぱり休んでましたから、